地球が起こって火山を爆発させる泣き叫べ愚かなる人間どもよ。悪の恐怖におののくがいい。ピッコロ大魔王。その昔、平和や正義を破壊し恐怖に満ちた世界を作り出した悪の王である。まさに暗黒の時代、人々が希望を失っている中で一人の武道家が大魔王に戦いを挑んだ。武道家はマフーバという技を用い、今日疲れた大魔王はこれに封じられる。長きにわたった魔の時代は終わりを迎えたのである。しかし現代、不届き者によってその封印は解かれ、ピッコロ大魔王は復活してしまった。大魔王とその一味は抵抗する者を根絶やしにするため武道家たちを手にかけていく。クリリン、チャオズ、そして無天老師、多くの名のある武道家が犠牲となった。抗いようのない恐怖に人々は逃げ惑い、いよいよピッコロ大魔王による悪の統治が迫った。しかし、それでも諦めず大魔王に挑む者がいた。勝負はどっちかがバラバラになんなきゃ終わんねえぞ。無論貴様だ。はっ、おめえはオラの大事なものをたくさん奪っちまった。絶対に許せねえ。調子に乗るなよ。貴様なんとひねりつぶしてやる。終わりだ。ハッ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 ハ
手こずらせおってな、見せろよ。こいつはオラが倒すからな。バカめ、この私を倒せる者など絶対に存在するはずはないのだ。この私を相手にここまで戦えたことは褒めてやる。だがその結果、貴様は大魔王の大いなる怒りを買ったのだ。ただでは死なさんぞ。せいぜい苦しみ抜くがいい。さすがにやるな。敗北が近づいてきたら、この私に勝てるわけがないのだ。弱い者、盾つく者には死あるのみ。当然貴様もな。私の作る悪の世界に貴様を残すわけにはいかん。フルパワーで始末してやる。オラたち持てる力全部使っておめえを倒す。惨めにくたばるがいい。貴様がいなくなる、いよいよ魔の時代がやってくるのだ。まだ終わってねえぞ。おめえだけは絶対に許しちゃおけねえ。思い知れ。ひねりつぶしてやる。私を倒せる者など絶対に存在するはずはないのだ。この私を相手にここまで戦えたことは褒めてやる。だがその結果、貴様は大魔王の大いなる怒りを買ったのだ。ただでは死なさんぞ。せいぜい苦しみ抜くがいい。ガキが調子に乗りおって。弱い者、盾つく者には死あるのみ。大勢私の作る悪の世界に貴様を残すわけにはいかん。フルパワーで始末してやる。オラたち持ってる力全部使っておめえを倒す。はっ、やっ、こんなガキにこの私が。貴様本当に人間か？ほら。
棒生えてったら人間じゃねえかもな。今度はそんなの関係ねえ。おめえはオラの手でぶっ通さねえと気が済まねえ。さすがにやるな。敗北が近づいてきたらこの私に勝てるわけがないのだ。さすがのおめえも動きが鈍くなってきたな。ありえん。こんなことがあるはずはない。わずかでも動いてみろ。こいつの頭ぐらい一瞬で粉々にできるぞ。貴様たち人間の弱点はその精神的な甘さにある。非常になりきれんやつが悪に勝てるわけがなかろう。ハッ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 ハ、形勢逆転だな。貴様は確実に倒しておくぞ。悪の世に邪魔な存在だ。どうすることもできんだろ。ついに終わったぞ。ピッコロ大魔王様の勝利だ。暗黒の世の支配者に逆らった愚か者よ、死ね。失敗したな。腕一本残してた。何？オラのすべてをこの拳にかける。貫け。言うしかないな。だがこのまま魔族が消えてなくなると思うな。うわっ、うわっ、我が子よ、いつの日か父の恨みを晴らしてくれ。悪の根を絶やしてはならんぞ。ピッコロ大魔王は孫悟空によって倒された。恐怖に沈み込んでいた世界は活気を取り戻し、人々は平和の尊さをかみしめた。しかしその平和はひとときのものかもしれない。ピッコロ大魔王はその死の間際、己の意志を継ぐ者を生み出し、悪がついえることを阻止していたのである。ピッコロ大魔王の生まれ変わりが動き始めるのは3年後の天下一武道会。次なる脅威に立ち向かうため、悟空は神のもとに向かい、そこでさらなる強さを求めて修行を開始する。ドラゴンボールによってピッコロ大魔王に殺された仲間たちも復活し、天下一武道会に向けて各々の厳しい錬磨は続けられた。そして3年の月日が経った。
遅いですね、皆さん。あら、お二人さん、久しぶりね。お久しぶりです。ブルマさん、それにウーロンさんとプーアルさんも。いやいやいや、こりゃたまげたわい。ますます女らしゅうなりよって。カメじいさんは変わってないわね。なあ、他のやつらは？私たち、ずいぶん前からここにいるんですけど、まだ来てないみたいです。ヤムチャのやつはどうしたんじゃ？一緒ではなかったのか？それが、ヤムチャ様は西の都に帰ってきてすぐ一人で修行の旅に出てしまったんです。私を置いてね。ほっ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 、ヤムチャもか。クレリンのやつもそんなことを言って修行に行きよったわい。よほど3年前の悟空に刺激されたんじゃろうの。まあな、あいつってばあのピッコロ大魔王を倒すほど強くなっちゃったもんな。今考えても信じられないわよね。あのチンチクリンの孫くんが世界を救うだなんて。なあ、おっす。うん、ブルマ、お主の知り合いか？いいえ。じっちゃん、生きててよかったな。みんなも元気そうだ。クリリンやヤムチャや天津飯たちはどこだ？もう予選会場に行っちまったんか？まさか、あんた、ソン君？何言ってんだ、当たり前だろ。おお、よかった、雨が小降りになってきたぞ。嘘だろ、本当に悟空なのか？なんだよ、こいつ頭に巻いてっかわかんねんか。撮ってやら、よく見ろよ。やだ、間違いねえだろ。その髪、確かに悟空だ。それよかさ、ブルマとじっちゃん縮んじまったんじゃねんか？あんたがでかくなったのよ。そういや、背伸びたかもしんねえな。それにしても、こいつはたまげたわい。やっほー。そこんとこでちょうどみんなと会ってさ。お久しぶりです、無天老師様。あまり反応がないな。驚いてるんですよ、僕たちの変貌ぶりに。見てくださいよ、無天老師様、私などこんなに背が伸びちゃって。元気そうだな、クリリン。これでみんな揃ったな。お前、まさか、悟空か。お悟空、この野郎、会いたかったぞ。ちっとも礼が言えなかったじゃないか。あれが悟空か。そうらしいな。本日の天下一武道会に出場される選手の皆様、間もなく受付を締め切ります。出場登録がお済みでない方は急ぎ受付を行ってください。繰り返します。本日の天下一武道会に出場される選手は、そういえばお主らは登録を済ませておらんかったな。せっかく厳しい修行をやったのに、受付し忘れて大会に出られないとなると泣くに泣けんぞい。悟空、お前もまだなんだろ。さっさと済ましちまおうぜ。ああ、